さあ、一致団結で頑張ろう。任せなさい。やれやれ、おいでなすったか。よし、一気に決めるぞ。
Yeah.
ちょっと待って。
Yeah!
全力で頑張ろう。
任せなさい。交代だ。Thank you.
見つけたということは、どうやら私は力尽きたようだな。すまないな、お前を一人にさせてしまう。それだけが心残りだ。お前と来たら一人では何をしでかすかわからぬし、私を死なせたと悔いているかもしれぬからな。ダーナ、お前は後悔しているか。大樹の真実を知ったこと、汚名にまみれつつも皆を守ろうとしたこと、大樹の巫女になったこと、そもそも私やサライと出会ったことを悔やんではいまい。私も同じだ。だからよく覚えておけ。お前が私を思うように、私もお前に感謝しているということを。最後にそれを伝えたくてな。外が騒がしくなってきた。そろそろ私も行かなくてはな。ダーナ、お前は自分を信じて進むがいい。せめてこの品をお前に送ろう。私の残る力を込めておいた。だから負けるなよ、ダーナ。またどこかで会おう。
私は。またどうぞ。必要ですか。はい、またどうぞ。僕の番だな。Yeah.
さて、大樹に着いたはいいが、ここから先どうしたらいいんだ？森人たちの姿も見当たらないようだな。アドル、到着したようですね。待っていてください。今からオクテスへの道を開きます。オクテス？Thank you.
これは大きそうだ。いい感じだぜ。いい感じだぜ。ざっとこんなもんよ。そら。かかったぞ。いい手応えだ。なあ、これは大きそうだ。まあ、こんなものか。気配を感じる。どうやら間違いなさそうだね。それじゃあアドルに早速これをぶっ壊して。壊していいものなのでしょうか。想念を解放すると言っても一体どうやって。オベリスクが光り出したぞ。何が起こったんだ。とかいう森人にどことなく似ているようだが。くそ、見てるだけとか言いながら結局邪魔する気かよ。来るよ、みんな気をつけて。Thank you.
まさか本当に想念を解放してしまうとは。ヒドラさん、見届け役とか言いつつよくも邪魔してくれたもんだぜ。いえ、先ほどあなたたちを襲ったのは私自身ではありません。どういうことだ。あれはかつて絶望に陥った際、大樹に囚われた私の想念なのです。長年にわたってオベリスクの番人をさせられていたのですが。さっきのであんたの想念も解放されたということか。ラクリモサで滅びた人々と森人に選ばれた人の想念だから木が急成長するほどの想念が流れ込んだんだね。これなら、もしかして…私たちの文明が栄えた時代、母なる海から数多の種が大地の女神により地上へ招かれました。その頃から始まりの大樹による世界の進化が始まったのです。大地の女神。ええ、女神の名は大地神マイア。彼女は進化の真相を私に告げるとやがて姿を消してしまいました。それ以来地上を見守ってきましたが、このような事態は初めてです。どういうことだ。女神様なんて本当にいたのか。わかりません。蒸気を逸した大樹の存在を思えばあり得ることかもしれんが。とにかく大昔にそんなことがあったってことか。アドル、私は引き続き
見届けさせてもらうとしましょう。君が私たちと同じようにラクリモサを受け入れるのか、あるいはその輪廻から逃れ新たな道を指し示すのかを。
そうです。Yeah!
何かあるの？始めるよ。
行くよ。何が釣れるかな。かかったよ。これは大きいよ。いい感じだね。いい手応えだね。これは大きいよ。いい感じだね。これは大きいよ。いい手応えだね。どれにするんだ。そんじゃあな。そんじゃあ見せてもらうぜ。大して進んでねえじゃねえか。どれにするんだ。ああまた来い。どれにするんだ。
これはとっておきよ。それじゃまたね。何が必要ですか？来たぜ。もういいのか？するんだ。そんじゃなく、今日はどんなよ。では始めましょう。完成よ。それじゃあね。今日はどんなよ。任せなさい。任せさ、できたわ。それじゃあね。
を言えよ。それじゃあね。